はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、ではないです。ではないです。はい、はい、今日は7月の3日ですね。愛生園から連絡。3日です。はい、はい、今日はレベル9チャレンジ、コタロウ、コタロウ対直樹対コンピューターレベル9でいきたいと思います。さあ、どうなるでしょうか。はい、よし、じゃあいきます。あ、ちょっと待てよ、もうちょっと消化が変だ。うん、よいしょ、もうちょっと消化が変だ。はい、で、小太郎さんは新島先生。うん、じゃあ俺は、そうやな、何で行こうかな。カズヤでしょうかな。で、コンピューターがレベル9ね。うん、まあ、3人で行きたいと思います。行きます。パックンフラワーやな、相手。これどこ行った？おー、やばい、なってこい。おー、空中戦に弱いカズヤ。なんかやられまくってんぞ。あかん。おお、やばい。小太郎さん、どうですか。おお、パックンフラワー案外強いな。これなん？ホットな感じが強いな。これなんなん？跳ね返ってくるの。なんかどうかな。うわ、死んだ。おお、全然。パパ。俺どこ行った？ああ、危ない。自分を見失うのが辛いよな。ボスパックン落ちていった。俺どこ？自分を、自分がどこか分からんようになるんだよな。3、どこ行ったの？太鼓とかけたらもっと誰かわからんようになるな。うん、ああ、死んだ。うまいな、相手。よっしゃ、レベル9のコンピューターが強いな。あらー、ポップフラワー、ポップフラワーね、あれ強いね。大きいのでやったら負けた、負けた、負けた。ちょっと待って、2、あかんか。もう一回倒さなかったな、こっちゃん。あ、いいよいいよ、これでいいよ、これで。よし。チョロロロロ。第2回戦いきましょうか。第2回戦。ルーフィットスタジオ、北海道参戦する。4人で行く。レベル9で4、うん、じゃあ俺はリンクしようかな。あ、3になってもうた。いいよ、それで。いいか、一回三でも。接続されてへんで、ひろとは。これやろ、いけてる。3でいい。うん、レベル9にしといて。え、コンピューターレベル9にしといて。これでいきます。
はい、チャーちゃん参戦により、コタロー、俺、チャーちゃん、コンピューターレベル級。できへんねんけど、うん？選ばれへんねんけど。これで？お任せなってんの？このハテナマークいいと思うんだけど。うん、それを押して、あれ、まだコンピューターで、それでキャラを選択しないと。もうそのまま、もうそのまま。ここ押して、ここハテナのとこ押して、ハテナのとこ、これその上、上、上、その上。え、3じゃないの？私3やね。あ、これ、うん、それでカービィにして。嬉しいですね。一番ぶつかってきた。すごい思いますね。こっちはね。こっちは君が先生。どうした先生？よし。これでいきます。4人です。ベリスって。ん？ベリス。ベレット。ベレット。知らん、ベレット。あ、飲んでる。ああ、死んだ、いきなり死んだ。俺いきなり死んだ。あ、ごめん、なんかやったの。ええよ、別に。わかりへんねん。2回もね、一瞬で死んでしまった。こう、コンピューターやなかったね。こう、カンタレブリックに向かってたよな。コンピューターが普通に勝つというパターンじゃない。ああ、また死んだ。また死んだ。また死んだ。俺また死んだ。まだ連れてかれた。もう今回あかんわ。リンク嫌い。リンク、リンクあんま好きちゃうの。リンク好きちゃうの。なんか選んでるのか。俺どこ行った？俺どこ行った？まだ死んだ。もう人多くなればなるほどどっか分かれへんだろ。こっちゃんはめちゃ狙ってくるし、まだ死んだし。あ、これダントツ力や。コンピューター歌わない。あ、倒した。お前コンピューターやろ。もうぶっちぎりベベシ。あ、もう一回やろうか、うん、最後しましょうか。ここでやったよし、じゃあ最後って言ってる間に剣来た。剣参ろうか。クッパでしょ。クッパさっきクッパをコンピューターと間違えてんな、ナオくん。クッパをコンピューターと間違えて投げてん。そうや。コンピューターはシルク？シルク。シルク。シルク。ほら。
おりゃ。ああ。ああ、ビリビリしてるな、ビリビリ。まずい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 。なんかクロックアップなってる。クロックアップや。まずいまずい。帰ってこーい。ここ回復ポイント回復ポイント。どこ行った、どこ飛んでた。うわ、こっちゃんやっつけた。どこ行った。おい、どこ行った、どこ行った。なんか必殺技。なんなん意味なく。あ、死んだ。そう、誰が今やられたやつ、やったやつ。そう、小太郎。ああ、飛ばされた。どうだこれは。主力かい。コンピューターかい。ダメだ。やっぱコンピューターレベル今日は強いということでね、こっちゃん。はい。というわけで、というわけでこっちゃん、どうでしたか。一回も語らへんかったです。はい、まあ、次じゃあ頑張りましょう。というわけで今日はこの辺で、じゃあじゃあなー。鉄パチリつけようよ。